馬場田でーす。今日はですね、舞ヶ丘テニスクラブの合ってます？合ってます。間違いないです。水本コーチが、来てくれて、水本コーチね、はい、野球好きテニスコーチっていうチャンネルで、はい、YouTube もやってますんで、よかったらそっちもお願いします。はい、はい、水本です。よろしくお願いします。今日はやってきました、はい、北九州から。お願いします。いいですか、いいですか。編集で。で、まあ、水本コーチ、うちのチャンネル見てくれてて、で、わざわざ福岡から来てくれたんで。はい、夜行バスで来ました。まあ、とりあえずワンセットやっていこうと。もうテニス YouTuber コラボするって言ったらワンセットやろ。そうですね。それしかない。じゃあ、お願いします。お願いします。はい、というわけでね、野球好きテニスコーチの水本さんとね、ワンセットさせてもらったんですけど、まずね、うちのコートって結構特殊なんですよ。砂のない人工芝なんで、オムニコートと比べて、球足速いんですね。で、結構滑ってくる感じあるんで、それに対応するまでちょっと時間かかるやろうと思ったんですね。初球水本さんサーブ空振りしてましたけど、まあ、そんな感じで結構対応するまで時間かかるやろうと思ってたんですけど、案外ね、サーブ返ってきて、リターン返ってきて、あれ？と思って、最初の方はね、もうサーブで押し切ったろうと思ってたんですけど、それがね、うまいこといかんくって、序盤結構焦ってますね、僕。やっぱりね、リターン返ってくるとプレッシャーかかるんですよね。こっちも簡単にミスられへんっていう、まあミスりましたけど、今、ミスられへんっていうプレッシャーがあるんで、結構プレッシャーかかるんで、リターンはね、やっぱしっかり返していった方がいいですよね。僕結構リターンとかでしょうもないミスとかしたりするんで、まあああいうの良くないなーって、まあ改めて思ったんですけども、まあ僕はあんまり試合動画って上げることないんで、一応言っておくと、僕は基本的に、打ち抜く力も、粘り切るフットワークもないんで、基本的にはもう早めに前取ってボレーで決めたいっていうのが僕の思惑なんですけども、まあ、水本さんね、しっかり粘り強く返してきはるんですけど、まあ、結構球浅くなってたんで、まあ、その辺はね、やりやすかったといえばやりやすかったんですけども、まあ、結構粘り強い人苦手だよっていう方多いと思うんですよね。特に学生のプレイヤーとかね、粘り強い人はシコラーって言って嫌われるんですけども、まあ、そういう相手に対してはやっぱり前取っていかないとなかなか厳しいと思うんですよね。で、まあ、やみくもに前出るんじゃなくて、前出るパターンっていうのを自分の中に持っておきたいんで、まあ、僕やったらフォアの、クロス入れて、で、浅くなってきたボールをストレートに持っていって展開するっていうパターンだったりとか、あとは、まあ、これは効く相手、効かない相手いるんですけども、アドサイドからサーブ、ワイドにキックさせて、で、前、そのままサーブ&ボレーで、ボレーにつなげていくっていうパターンと、まあ、大体この2パターンで押していく感じですね。で、それが、まあ、通用せんかったら困るっていう感じなんですけど、まあ、前に行くっていうのはリスクでもあるんですよね。やっぱり前に行けば行くほどリスクは高まりますし、そのリスクを犯すのが怖いっていうのはわかるんですけども、まあ、後ろに追ってラリー続けるのは、それはそれでリスクなんですよね。まあ、僕みたいなタイプの人ですね。あんまりフィジカルには恵まれてないタイプの人っていうのは、後ろで勝負してると、やっぱりフィジカル勝負になってくるんで、まあ、その辺ね、前を取っていかないことをリスクっていう風に捉えられるかどうかじゃないですかね。やっぱ怖いですけどね、マイ君。怖いですけど、まあ、そこ取っていかないと、まあ、どうしてもね、こう、デュースって続いてくることはあっても、結局、ギリギリのところで取り切られてしまう、ポイント取り切られてしまうっていうことになってきてしまうんで、まあ、その辺ね、難しいですけどね、やっぱり。うん、僕も昔はもう全然前行けなかったんで、怖くてね。全然前行けなかったんで、まあ、やっぱり、まあ、さっきも言ったみたいにパターンを作るっていうことじゃないですかね、自分の中で。まあ、僕たまにね、ボレーうまいって言われるんですけども、まあ、言ってもらえるんですけどね。あんまり個人的にはね、ボレーうまいとそこまで思ってなくて、その結局、ボレーが決まる場を整えていってるからうまいように見えるだけで、簡単なボールをボレーしてるだけなんで、なんで、決してボレーがうまいわけではないと思うんですけども、やっぱその辺ですね、ボレーに自信がないから前行けないっていうのは、やっぱり難しい状況で前に行ってしまってるからじゃないかなと思うんで、自分でね、簡単なボールが来る状況で前に行けたら、ボレーも決まってきますし、で、そういうボレーが決まってくるっていうね、形ができてくればね、自信もついてくると思うんで、
まあ、ちょっとね、パターンを作るっていうのを、もしね、つなげる相手に悩んでるっていう方は、意識してもらったらいいかなと思います。まあ、このボレーとかそうなんですけど、場が整ってない状態で、こう、ボレーさせられると、こういう風になるっていう感じなんで、別にそんなにボレーは多分上手くないんでね。まあ、何が自信あるかな、僕。難しいな。フォアもね、別にそんな体操速いわけじゃないし、バックも、あ、バックのスライスは自信ありますけどね。バックのスライスは個人的にはうまいと思ってるんですけども、ただバックのスライスから何っていうのがないんで、ちょっとね、使いあぐねてるんですけども。まあ、単発のショットうまくてもしゃあないですからね。あ、サーブは例外っす。サーブはもう一発えぐいのあるだけで、もうそれだけでポイント取れるんで。サーブは例外ですけど、他のショットはね、単発でえぐいの持ってても、あんまり、まあ、武器にはなるけど、そこからどうしていくかなんで、結構つながりが持ててくると楽になってくるんで、これも水本さんがちゃんと追いついてたら、クロスにボール返ってきますし、逆に今のはちゃんと追いついてなかったんで、甘く来そうやなっていうので予測立てれるんで、まあ、その辺のね、つながりを、こう、分かってくれば、テニスがね、まあ、もっと楽しくなってきますしね。ああ、こういう風にポイント取るんやって分かってくるんで。まあ、偉そうなこと言ってますけど、ここ僕ホームコートやから、ある程度できてるだけで、外のコート出たらめっちゃ下手くそっすからね。なんで、結構ね、YouTuber の、テニス系のね、YouTuber の方で、結構試合出られてる方とか、いるじゃないですか。もうすごいと思いますけどね。そんなにね、大荒れしてないっすよね、みんな。で、そこそこ、勝ち上がってるし。やっぱね、すごいなと。思いますね。僕、ここのコートやったら、そこそこ勝てる自信あるんですよ。ある程度の人も。ただ、外のコートで勝てる自信は全くないですからね。もうほんまに、もし、他の YouTuber の方とね、試合する機会があれば、もう絶対ここのコート以外では僕やらないですからね。まあ、今回ね、水本さんわざわざ福岡から来ていただいて、試合してもらったんですけども、久しぶりに知らん人と試合するのおもろいなと思いましたね。この人どんなプレイするんやろうとか、情報集めるところから始まるんで。なんでね、いろんな人と試合してみたいなっていう、こう、火がついたというか、ただ僕火ついても長続きしないんで、多分明日には消えてると思うんですけども、まあ、久しぶりにね、こう知らん人と試合するとおもろかったっすね。っていうかまあ、水本さんの根性がすごいですよね。福岡から。わざわざ来てくれるっていう。まあね、そんな何十万人のチャンネルとかやったらわかるけど、ね、うちそんな大層なチャンネルじゃない、まあ、大層なチャンネルじゃないって言ったら登録していただいてる方に申し訳ないですけど、そんな大層なチャンネルじゃないんでね、そこにわざわざ来てもらえるってすごい嬉しいですよね。まあ、水本さん的にはね、テニスやりに来たっていうよりも野球やりに来たと思うんですけどね。昔僕の動画で野球対テニスっていう企画あげて、で、その動画は水本さんすごい気に入ってくれて、僕もやりたいですって言って来てくれたんですけども、多分その動画ね、水本さんの方の、野球好きテニスコーチさんのね、動画で上がると思うんでね、また、上がったらそっちもチェックしてあげてください。まあ、ぶっちゃけね、水本さんの野球好きテニスコーチさんのチャンネルですね。ちょっと何やりたいかよくわからないんですけど、ちょっと方向性がわからなくて、僕もね、コラボしてくださいって言われた時に、どういう感じにしましょうかって、コラボするのは全然いいんですけど、どんな感じにしましょうかっていうのをすごい悩んだんで、まあ、結局とりあえずワンセットやろうかっていう話にはなったんですけどね。なんで、まあ、チャンネルの方向性は分からへんけど、とりあえずいい人でしたね。とりあえずいい人でした。まあ、うちのチャンネルも人のこと言えないですけどね。もういろいろやってるんでね。まあ、うちはま、いろいろやるっていうのがコンセプトっていうところもあるんですけどね。ショート動画がちょっとバズったんで、まあ、バズったタイミングで、ほんまは、ああいうショートのテイストをロングでもずっとやっていったら、多分再生回数もっと伸びてると思うんですよ。でもまあ、単純に僕がやりたいことやってるっていうだけでやってて、で、結局いろいろやりたいみたいな感じなんでね、チャンネル散らかってるんですけども。まあ、それはそれでいいかと思ってやってるんですけどね。はい、というわけでね、今日は野球好きテニスコーチの水本さんとの試合でした。
まあ、結果はね僕の方から 6-0 っていう感じにはなったんですけども、これがね前ヶ丘テニスクラブでやってたらまた全然別の結果になったと思うんでね、ほんとコートアドバンテージめちゃくちゃありました。あとね、水野さんだいぶねジャッジね甘かったような気しますね。僕的にちょっと怪しいなっていうやつ全部入ってることにしてくれたんで、まあわかんないですけどね、実際入ってたかもしれないんですけど、結構ねジャッジ甘くてそこにも助けられたところはあったんですけども、はいね、また再戦する機会があったらよろしくお願いします。はい、というわけでね、まあなんとか勝てました。もうホームアドバンテージフル活用して勝ちましたんで、めっちゃしこいっす。悔しいです悔しいですめっちゃしこいっす、ね、もううちのコートこれに変えて出直していきますホームホームでやりましょう。いや別に変わったらアウェイでしょはい、というわけでね、またちょっと水本さんと別の企画もやっていきたいと思いますので、はい、またそっちもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。